手、眼鏡、アクセサリー、リコードでございます。今回は腕時計を、あの、お買い上げいただきましたお客様に、あの、先ほどですね、あの、絵手紙のお礼状、あの、風鈴の絵を描きましたけどね、それをちょっとご紹介したいと思います。まあ、先ほどですね、例えば私の、あの、下手な字と下手な字でこのような、まあ、風鈴ですね。 まあちょっと残暑見舞いをちょっと兼ねたような感じでございますけど、まあ最近はね、このようなあのー、SNS とかそういう、まあ、LINE とかね、そういうのがまあ前世でございますけど、こういう手書きの、こういう、まあ,あですね、お礼状中のも一緒にお客様に、あのー、インパクトあるかなと思いまして、これからもですね、続けていきたいと思いますので、どうかですね、よろしくお願い申し上げます。